ゼーブ・ジャボティンスキー・リクードは、イスラエルの政党。党首は、ベンヤミン・ネタニヤフ。リクードは、団結を意味する、ヘイブライ語。サハの労働党と並ぶ、イスラエルの二大政党の一つである。20世紀初頭のロシアのシオニストであるヨセフ、トルンペルドール、ゼーブ・ジャボティンスキーの哲学を理論的支柱とする。パレスチナにおける、ユダヤ人入植者の間では、20世紀初頭以来、 集団農場や共同組合を建設しようとする労働シオニズムが主導的な位置を占めてきたが、これに対して右派は中正シオニズムを掲げ、イギリスイニ民ト治療パレスチナの範囲にとどまらず、約束の地全域への領土拡大を求めて主流派労働シオニズムと対立、独自の武装勢力などを基盤に戦った。戦後はヘルート党へと結集したが、 右派勢力は労働党に対して野党に留まり続けた。しかし、経済の民営化を求める富裕層や、労働党の権力基盤である労働組合などに入り込むことができず、仮想階級となったイラクやモロッコなど、中東出身のユダヤ人などの間に労働党に対する反発が高まり、ヘルートもこうした層を吸収していった。ユダヤの民族主義を強調することが多く、イスラエルでは、 ユダヤ人だけが自決権を持つとするユダヤ人国家法を推進する。このため、イスラエル国内に住むアラブ人と対立しがちであるが、歴史的にイスラームからは孤立していたドリューズ派に属するアラブ人は伝統的にリクルードを支持する傾向にある。1973年にメナヘム・ベキンらがヘルートなど複数の右派政党を休合し決闘。 第四次中東戦争に対する批判で労働党を攻撃し、七十七年政権奪取。八十一年には政権維持が困難とされながらも、同年六月のイラクの核開発阻止のための限定空爆、バビロン作戦によって求心力を回復。ベギン政権は政権を維持し、翌八十二年には第三次中東戦争で占領した市内半島から撤退し、 エジプトとの和平につなげることに成功する。ヘブライ語聖書の教えに基づく、領土拡大、占領地への入植を目指した大イスラエル主義を掲げている。宗教色を廃止した世俗主義が当然、労働党と並ぶに大政党として何度も政権を担当してきたが、2005年に対パレスチナの路線対立からアリエル・シャロン首相ら、多くの閣僚、 有力議員が新政党カディマを結成して離党。2006年の総選挙で敗北し、現在は少数勢力へと転落してしまっている。ただ、2006年のレバノン戦争でオルメルト政権の威信が失墜して、以降は統制が回復。2007年8月には党首選が前倒され、ネタニアフが大差で再選されている。ネタニアフは、 政権脱会後の政権構想について、右派や宗教政党主体の内閣にすると示唆している。また、同党は、長年パレスチナ国家創設に反対していたが、近年では、非武装の限定的な国家であれば、容認との立場にシフトさせている。これには反対意見も根強く、2001年に、当時のアリエル・シャロン首相が、パレスチナ独立に言及したが、 党内から激しい反発を買った経緯がある同時に、ヨルダン川西岸やゴラン高原からのイスラエル国防軍の撤退、ユダヤ人入植地解体には激しく反対している。イランやシリアなど、圧政国家とされる勢力の核武装には限定空爆を視野に入れた強硬な姿勢を示している。こう自立率を背景に2009年2月10日に、 予定される総選挙で政権奪回を目指しており、同党の象徴であるメナヘム・ベギン元首相の息子、ベニー・ベギン元科学省の副党と、ジャボティンスキーの孫の入党がすでに発表されている。2008年12月8日に候補者選定のための党員投票が行われ、158余りが出馬し、党幹事長、ギデオン・サールが比例順位2位に懸煙家として知られ、 現在のイスラエルで定められている禁煙法を発案した若手のギラード・エルダンが3位、復党を決めた前日のベギンは5位となった。候補者の中には、対パレスチナ強硬派が比較的多く、その中でも最強硬派で、クネセトからのアラブ人議員追放、ヒユダヤ人のイスラエル国外退去の奨励、ガザ地区再占領などを主張するモーシェ・ファイクリンが、 比例順位20位に選ばれたが、その後36位に変更された。北京と共にネタニヤフと和解、復党を果たしたダンメリドール元財務省は、右に傾斜しすぎることも左に傾斜しすぎることも、誤りだということが持論であり、長年、ネタニヤフと対立が続いていた。2005年12月の投手戦で、ネタニヤフが、時点のシルバンシャロームに10ポイント以上の差をつけ、圧勝。 だが、シャロン派、集団離党の余波を抑えきれず、2006年3月28日の総選挙では、歴史的大敗を喫する。党内、最強候補のウジランダウ、ミハイル・ラツオンは落選。わずか12議席に落ち込むものの、ネタニヤフは開票後の声明で、和平と治安の両立、この2つの大義が支持される時が必ず来ると、 強調党主辞任を拒否し、3年後の政権交代につなげた。前述の2006年の総選挙において大敗を喫し一時は壊滅的な状態に陥っていたリクードだが、オルメルト政権の度重なる汚職事件、レバノン戦争の失態で息を吹き返し、2009年2月の総選挙では27議席を獲得し、第1党であるカディーマとわずか1議席差で、 第二党になった。ネタニアフ党首はウハ勢力をまとめ自身が首相になると表明している。政策的に近いイスラエル我が家や国家統一党などがこぞってシモン・ペレス大統領にネタニアフを推挙。同月20日、ペレスはネタニアフに正式に組閣を要請31日にウハ連立によるネタニアフ内閣が発足した。二千十五年、 第34回クネセト選挙に際して30議席を獲得し大勝利となった。第4次、ネタニアフ政権では、リクードが主犯政党としての地位を維持しながら、中道、極右の三政党が連立から去り、極右のユダヤ人の家、中道右派、クラヌ、シャス、トーラー連合などと連立を形成した。しかし61議席の与党は過半数ギリギリであり、リクードに、 新たな課題を突きつけた形となった。リクードの CM ソングが存在する。1990年代から使われている曲で、長さは1分20秒程度であり、テンポは、早いが覚えやすいキャッチーなメロディーに乗せて、男女混成で歌われている。AB デジタル大事泉ことバンク。2018年9月18日閲覧。イズメンバーパーティーズ2019年11月21日。 閲覧。明日、イスラエル総選挙ユダヤ人主義の進歩が、争点アラブ系住民、反発。東京新聞。 https://www.tokyo-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュワールドスラッシュリストスラッシュ201904スラッシュ 4k2019040802000184.html2019 年4月21日閲覧 大イスラエル構想グレーターイスラエルマイナスに、ついてネタニアフ。S リクードアイング、リターンツーパワーフランス24イングリッシュ。2009年2月10日、ジョベティンスキー、S グランドサンジョインズラクディネトヌズ。2008年11月23日。リクードベテランズプリベールインプライメリジーネトヌズ。2008年12月9日。イスライリーエレクションスネタニアフ。 エスプチチャンネル10イスラエルチャンネル10万2006年3月28日、ライクドネタニア風2009年2月11日、ありがとうございます。